ポール・クック・ポール・クックは、イギリスのパンク・ロック・バンド、セックス・ピストルズのドラマー、ロンドンのハマース・ミス出身、親友のスティーブ・ジョーンズと共に、ピストルズに参加。ピストルズが軌道に乗るまでは、やる気もなく、電気工事事業者の仕事に就こうと何度もバンドを、脱退しかけた。他のメンバーたちと違い気まじめな、物静かな性格で、また彼の担当であったドラムにしても、 まるで、ローリングストーンズのチャーリー・ワッツもどきの単調さという評価もあった。マネージャーのマルコム・マクラーレンは、ピストルズのドキュメンタリー映画、ザ・グレート・ロックン・ロール・スウィンドルの中で、クックにドラムを担当させた理由として、怖いもの知らずだが、いつも時間には貴重面。ビートを任せるには、うってつけのドラマーだと述べている。しかし、シングル、アナーキー・イン・ザ・ユーケの、 レコーディング時難航し中断していた際プロデューサーにクリスト・ーマスを起用しようとメンバーに提案したのはポールである。必然的にメンバーの中では目立つこともなくピストルズ解散後はジョーンズとプロフェッショナルズを結成し行動を共にした。プロフェッショナルズは2つのアルバムリリース後1982年に解散。その後は 長年連れ添ってきたジョーンズと初めて別行動をとり、チーフ・オブ・リリーフを結成。一度来日している。しかし再結成ピストルズの来日時、その前年に、エドウィン・コリンズのバックバンドのメンバーで来日していたのに、それをどのジャーナリストも気づかずに、初来日としてインタビューしたことにショックを受けていた。2007年現在は、妻と娘と共に、ロンドンのシェパーズ・ブッシュに住み、 エドウィン・コリンズのセッションミュージシャンなどとして活躍中である。ありがとうございます。